というわけで、お前さんは死んでしまった。はあ。神様の手違いで死んでしまった少年が生き返った場所は異世界？スマートフォンとともに異世界での冒険が始まる。少年は神様からあらゆる能力を底上げしてもらった体と個性豊かな美少女たちと共にのほほんと異世界を巡っていく。異世界はスマートフォンと共に2017年7月放送開始。いつでも電話待ってるぞ。